おはようございます。体調悪そうですね。いやいやいや、一番調子いいですよ。ということで、こんな体調悪そうな感じ、いや、元気そうな感じなんですけど、元気、我々は京都に来ております。はい。まあ、見た目京都感ゼロなんですけど、うん、なんと我々、この京都でポケカの大会に出ます。うん、ちょっと、抽選で漏れちゃって出られない人もいるんですけど、うんうん、あとケツからも漏れちゃって出れない人いるんですよ。あ、本当だ。上からもね。確かにね。そう。上から下から漏れちゃって今日出れなくているから。いろいろ漏れちゃってる人は出れないんですけど。あ、そうね。彼女で踏みとどまっているここ3人が出ます、うん。実はなんですけど、自分も出れるんですよ。え？昨日なんと大地くんキャンセルするじゃないですか。うん、そのキャンセルを大地くん。はい。大丈夫ですか？すいません。少し前から体調崩してて胃腸炎になってしまいました。写した張本人で笑っとるわ。大地くんがね、俺が熱出たって言って、って言ったから大地くんにだけってかけたやつですよ。何やったっけ？かけたんじゃないですか。あの動画の時でしょ？スーツの時に覚えてね。そしたら折り役みたいなことなんかやってて、そしたら本当に感染した。で、実は今日付がですね、ポケモンカード大会の前日なんですよね。この調子だと大志くんがポケモンカードの大会に出れそうにないので、キャンセルして出場を叶わなかったトモタカの分を、うん、大志くんがキャンセルした瞬間に俺らで一斉にエントリーするという、あの陽平くんが見せた神業をもう一度ということですね。不戦勝を献上するのも不本意なので、確かに大地くんだったらべきだった人がね、トモタカに出てもらった方が。そう、まず作戦としては大地くんがキャンセルをする、はい、そしてちょっと体調悪い大地くんにも申し訳ないですけど、こっちのパソコンで F5 連打してもらって更新ね、ちゃんとトマボーノで入るっていうのまで万全の体制でトモタくんが出場できるように荒れる電子機器を使いましょう。じゃあやりますか。はい、トモタカ、俺の意思を継いでくれ、うん、いいですか。はい、いきますよ。はい、押しました。はい、はい、来た。エントリー受付どういった？うわ、店員に達した。店員に達した。なんで？取られた。え？早っ。え？マジで？嘘でしょ？店員に達してるよ、もうすでに。早っ。どんな待ち受け体制これ。陽平くんよくできたっすね。いや、俺多分奇跡のタイミングだったんだろう、多分。いや、本当に陽平くんが運が良かったっていうか、タイミングが良かったっていうのが分かった。うーわ、大地くん、その辺の誰かに多分出場権あげただけになっちゃった。嘘でしょ？そのキャンセルを我が取ったと見せかけて、それも失敗したんですよ。そう、取られたんですよ、大地くんのキャンセル枠、他の人に、はい、じゃあもう普通にもう運よくいけたってこと。でその後、いやまだ諦めたら早いって陽平くんがポチポチしてたら、陽平くんがもう一つ取ってきてくれたんですよ。おー、カナさん、え、先ほど、はい、大地くんが、はい、出場辞退した分、はい、トモタくん狙ってましたね。はい、残念ながらできませんでしたね。はい、僕今、はい、暇だったので、はい、あの例のやつやってたんですよ。はい、トモタくん、はい、京都 CL 出場決定だー。天才やんけ、あんた。なんで？あんなに狙ってできなかったのに。ありがとうございます。陽平くん、すごいね。やば。陽平くん、プロやん。再現 VTR セットね、これ。トモタくん、カメラを回せ！カメラを回せ！こんなんだった。トモタくん、出場決定です。デッキ作りまーす。これ、大地くんいたら、トマボーも普通に出れて、5人だったってことで。つまり、諦めなければ決して、ちょっとごめん、なんかかっこいいこと言おうと思ったけど、諦めるな。はい、もう行きたくなっちゃった。すごい、すごい。ってことは、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 今日の京都観光は一人、俺一人無理急な裏切り入りましたね。攻撃だな。ケンスケの分もやっといてあげたらよかったのか。そうなんですけど、ケンスケのアカウントのあのパーツワードがわからなくていうことで、ケンスケは一人で京都監督をしてきてください。おっしゃ、負けたやつからすぐ合流する。負けたやつから全部、うん、3回負けたらさ、めちゃめちゃ遠くにいるかもしれないです。いや、で分かりやすい場所にいな、金閣寺とか。まだ8時でね、どこもやってないから。そうだからね、うん、ちょっとまあ10時ぐらいまではまあちょっと残って見てみて、まあ、誰もいなかったら俺一人で行っちゃうかな。そうね、うん、で、あともしかしてなんだけど、うん、我相当練習不足なんで勝てる気がせんのですよ。急ぎます。あ、大丈夫ですか。ちょっとギリギリなんですよね。なるべく早めに行こうじゃん。俺もう、はい、間もなくなんだよね。これじゃあもう全てなんか大事なこと喋った気がするんで行きましょう。お待たせいたしました。間もなく試合が始まるというアナウンスがありました。さあ、チャンピオングリーグ2019京都、握手が交わされて
さあ、枝初めということで、はじめ社長本名できました。清水龍太選手はベンチにポケモンを置かないと厳しい状況、ちょっともう俺でダウンしてしまうんじゃないかというような、終わってしまいました。はじめ社長が当選。お疲れ様です。お疲れ様です。みんなこれで3回戦は終わったわけですね。そうですね、今回の大会3回負けたら強制的に敗退なので、ワンちゃん今この中でもうドロップアウトしてる人がいるということですよ。じゃあドロップアウトした人は手を挙げてください。あれ、おいない。僕がやばかったんですよ。っていうかもうリーチだったんですけど、なんとか勝てました。あ、じゃあ今1勝2敗。田中さんは、僕今のとこ3勝ですね。僕今2勝1敗です。おー、自分は3勝です。おー、やばい、やばい、すごいよ、マジですごい。マジですごい。すげえ。あなたって昨日作ったのデッキ。俺が作ってあったデッキを貸したみたいな、何枚か入れ替えて。え、田中さんの出来めちゃめちゃ強い説あるよ、これ今のところ。すごいなぁ、やっぱ教えられた通りにやってるんで、ちゃんとまあでも元々ね、カード上手いからちゃんとガチで覚えたのがすげえ、うん、では次もしかしたら洋平さんは終わるかもしれない。かもね、頑張っていきましょう。そうですね、頑張りましょう。頑張りましょう。よし、よし、よし。やばい、もう発表されて、やばい、もう発表されて結構時間経った。お疲れ様でした。お疲れ様でした。車に全員いるということはもう察しですね。はい、全員ドロップしました。お疲れ様でした。実際の標識や交通規則に従って運転してください。まあそういうわけなんですけど、まあ楽しかったですよね。楽しかった、楽しかった、うん、まあいろいろありましたけどずっと楽しめたし、また機会があればみんなで大会とか出れればいいと。そうですね、思っております。でまあここはまあポケカー大会中盤まで出てた組で、なんか今回いろんな京都の楽しみ方してますもんね。そうですね。そういえばいつの間にか洋平くんいなくなってるっすもんね。あ、そうなんですよ。まあケンスケ何してるかわかんないですけど、みんなそれぞれの京都の楽しみ方をしているところでございます。ではまたどこか行けたらいいですね、遠くの場所に。そうですね、はい。あれ？あれ？やす。やさ。いや、てかね、あれなんですよ。日本人がおらん。本当に外国人の方しかおらんくて。本当に。日本なんかカリフォルニアかわからんから今。本当に。かろうじてこの鳥居で日本感があるぐらいよ。本当に。ということでやってまいりました。伏見稲荷でございます。はい。あの有名な鳥居が連続して何個も続いているあれですね。そうなりますね。初めてなんですよね、僕。俺もなんですよ。おお。なのでちょうど来たかったんですよね。でもこう至る所に着物を着た可愛い外国人の方が。そう。好きになっちゃいましたね。もう好き。見せてあげたいわ。ポケが頑張ってるみんなにも。本当に。あ、出ましたこれが。これよ。例の。すごい、もうほぼルローニケンシンですよこれ。本当に。おお。あ、いい感じですね。待って、見えない奥が。とりあえず見てみますか。そうですね。どんな感じか。ラインのフォームとかこれ設定する人たまにいるんで、ね。いますね。なんかちょっと映えてますよみたいな。ね、本当に。行ってきました。ドヤーみたいな。ね、本当に。すげえ。すごいすごいすごい。すごい、これどうやって映ってんの？すごい、もうほぼオレンジ。いやもうおしゃれカップにしかならん。いや本当に。ご覧ください。とってもこちら雪が降ってます。あんまり人もいなくて、とっても見やすくて、いやこんなに綺麗な写真。来ました。清水寺です。ご覧ください。とっても綺麗です。そして工事中です。何してますか、はじめさん。いやいや、京都だ、京都。はじめさんは編集帰り、私はちょっとお疲れモードということで、漫画喫茶に来ております。まあ、京都といえば漫喫なみたいなとこあるんでね。よっしゃ。はじめさん、編集頑張ってください。京都まで来て何してんだ。